こんにちは。インストラクターの岩崎ひろみです。今日はボールを使ったリズム体操をやってみます。ボールがない方のためにはタオルでも代用できますので、ぜひチャレンジしてください。エアロビクスのクラスはどうも敷居が高いとおっしゃる方のために、今日はリズムに合わせて歩くまでをいろいろと練習を兼ねてやっていこうと思います。中高年の方、エアロビクスはちょっと、それからエアロビクスが難しい方のため、ぜひこの体操をおやりください。では始めましょう。脇腹も押し出すように、はい、下ろしましょう。肩が辛い方は顔よりも前で、この位置で背伸びができるように指導してあげてください。膝で十分ですよ。後ろへもゆっくりと回していきます。胸を大きく開くようにしましょう。歩く時の足の運びにもつながります。ゆっくりにしてみましょう。さあ、かかとが外側に開いたり、上げたはいいけどストーンと落ちたり、